闇より生まれしこの体、暗黒の力を身にまとい、大地を割って天を裂く、古今東西駆け抜けば。なんだ。短歌を短くすればいいんじゃないでしょうか。え、長すぎるから最後まで言えないんだと思いますよ。確かに。それに短い方がね、ズバッとしててかっこいいと思うんですけど。お前やるな。おお、戻ったか。で、俺のバッグ。それどころじゃないんだよ。刹那がレールの妖怪とも戦ってるんだよ。早く助けに行かないと。もう遅い。何言ってんだよ。まだ分かんないじゃないかよ。頼む、ウザーキマル。やつは死んだ。何言ってんだよ。分かんだよ。なんで。風の頼りだよ。バカなこと言ってんじゃねえぞ。本当だ。お前だって分かっているだろう。くそー、やっぱり逃げるべきじゃなかったんだよ。俺はバカだ。せつな、せつな、ごめんよ。で、これは本物なの？本物だよね。命をかけて持ってきたんだよ。本物だ。信じられん。どこで手に入れた？中華街の露店で偶然手に入れたんですよ。1800円かけた甲斐があった。よかった。とにかくこれで体勢は整った。絶対に塩を倒してやる。仇は取るからだ、刹那。では行くとするか。おう。お前も来るのか。もちろん。歴史に残る妖怪大戦、この目で見ないでどうするんですか。死ぬかもしれんぞ。本望です。オタクもここまで来ると一つの才能だな。はい。カズマ、はっきり言っとくけど、お前が一番役不足だ。真田幸村の代役は荷が重すぎるけどな、おめえがやるしかねえんだよ。その与党で絶対に死をぶった切れ。分かったな。分かってるよ。絶対にやってやるよ。それから結果して、俺様の足を引っ張るようなことはするなよ。だから俺のセリフを取んなっつってんだろ。絶対に塩を倒してやる。待ってろよ、塩。その前に手下どもだ。そこでやられてしまったら塩どころじゃないぞ。何言ってんだ、3対3だろ。一人一冊だ。まあそれがベストだろう。行くぞ。おう。来い。あれ、雪村、あれ、行きたい。3対3？ あ、俺入ってない。ラッキー。おい、本当に奴らの方から来るんだろうね。ああ、来る。その根拠は？奴らはなんでこの結界を解かないと思う？逃げるなら結界を解くだろう。なんで？我々を閉じ込めているということか。そうだ。あいつらは俺たちを倒すつもりなのさ。カズマの考えそうなことだ。なんだと舐めやがって。ギッタンギッタンのケチョンケチョンにして骨まで残さず食べてやる。どっちで？そのバカ面はなんとかならないのか。てめえぶっ壊されてやろうか、化け物。ヘトが出る。こいつ許さねえ。よせ。シオンに殺されるぞ。こいつはシオンのお気に入りだからな。しかし忘れるなよ、貴様も我らと同じ化け物なのだ。確認でもう一度言っておくが、ザンキマルは俺がやるんだからな。手を出すんじゃねえぞ。分かった。ああ、分かっている。また揉めてるうちに逃げられたら困るからな。俺はあの結界して我慢してやろう。狩りもあるしな。雪村の人、お前も手を出すなよ。ああ、どうせお前じゃ残機丸には勝てないからな。もう我慢できないぞ、殺す。来たぞ。本当に来やがった。探す手間が省けた。見てろよ、俺の強さ。出迎えご苦労。お前の相手は俺に決まった。あっそう。結界しよう。貴様はこのビサインが相手してやる。貴様を滅殺する。おい、一人でもかけたらシオンを倒せねえ。
絶対に負けんじゃねえぞ、分かったな。お前が一番心配だ。よし、行くぞ。お前の相手は俺だ。サトル、俺たちの元に戻る気はないのか。この姿を見ろ。もう戻れるわけないだろう。こうなったらみんな道連れだ。なんてこと言うんだよ。決着をつけよう。行くぞ。忘れちまったけどな。せつなだ。忘れんな。あんな。せつなっつんだよ。楽しませてくれ。なんだこの結界は。この結界は内と外を完全に分断する。一切の出入りを禁じたわけだ。それがお前の知恵か。がっぷりよっそいこうじゃないか。呆れたバカだ。どうした、お前の炎はその程度か。何を言ってる。ピンサライが思想が出てるぞ。それは貴様だ。最大級の豪華で灰とかしてやる。では悔いのないよう思い切り来い。それをしのげば俺の勝ちだ。バカめ、行くぞ。